死滅でやらせてもらうわけなんですが、あまあな、うん、まあここでちょっと最初に CM の方行きたいと思うんで、うん、みんなこれがあると思うんですけど、早っ、うん、やってみましょう。まあええか。でアドレスの歌舞伎の果てまで行ってレディー。よいしょ、はい、まあこんな珍しいメンツなんですが、ちょっと無償会にしたいなと思って、僕がちょっと MC を急遽アヒルのクーさんに、そうだもんね、ちょっとアンムホさんにね、うん、お願いされたわけなんですが、うん、ね、すごい何で話か正直分かってないです。うん、なんで今日道中ここまで来る間に何話すって言われて、うん、まあちょっとね、僕来月15日に入店祭やるんで、うん、ちょっとみんな来てくださいっていう話を、30分間ずっとやろうかなと思ったんですけど、いや長いやいやいや、やりすぎや、今日は珍しいね、やりすぎや、ツッコミね。何がや、今日俺はツッコミですよ、もともとボケ担当、エセ関西人なんですけど、それしかない、本当にね、この3人好き、楽しい、うわー絶対嘘、うん、っていうかコメント流れてなくないですか、あの、珍しい、あのなんていうの、そのあれ本当に、あれで流れる、ん、見てる人は流れてる、あ、そうなんや、そうそうそう、大丈夫大丈夫、トルネード新大阪でめっちゃ笑ってくれてるわ、ありがとう、現地名は実際ダサいっす、うん、あ、俺で30分か、うん、でしょうね、うん、てか、ね、名前は関係ないから、名前じゃないからね、うん、大丈夫よ、でも実際でももうそろそろね、名前が変わるかなっていうラインには来てるんじゃないですか、まあそれは別にええがな、トルちゃん飲んで、おお、ちょっと可愛いやんか、トルちゃん飲む飲む飲む、任して、飲むよ、そりゃ食いやな、これちなみにほんまにあのブドウジュースじゃないから、あれコールなし、うん、うそん、うるさそうやし、うん、うるさそうやし、飲みます、サイレントコールやな、でも解明っていうか、今度じゃああれでいいんじゃないの、ズッキーも言ってたけどさ、うん、どん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 近くしていくみたいな、うん、誰が公務員や、ありがとう、嬉しい。だって今日サラリーマンホストコンセプトだもんね、まあそうやな、まずあれよ、ネクタイだって絶対、いやいいやん、これで結構好評やから、なんかやってきたんけど、どうイメージ最初からついてたもんね、なんかなんやろ、一番最初に俺が出た時に、うんうん、そのまあ要はリマホスリマホス言われたのよ、あーあーあああ、なんやリマホスってなんや思ったら、そうサラリーマンホストの略やなんやそれは、そんな日本語あったのみたいな、でそれでまあね、まあまあ過去のやつ見てください、ほんで今の僕も見てください、全然ちゃうから、もう髪型見てこれ、髪だけや、髪型、こんな髪型しとるサラリーマンおらんからね、でも実際最初の方はキャラどうだったの、最初はみんな負けてたの、ああ最初もこんな感じ、ただ今やっぱちょっとやっぱり俺もホストとしてやっぱり階段を上ってるからね、日々成長したよね、ちょっと落ち着き、半歩ずつしよ、落ち着きが、アホギナーがって一番、アホお前大股で言ってるお前でも最初来た時業者と間違われたよ、ほんそうやね、それは何だっけ、間違えたって今、ひなた、ひなた、いや違う、あの春馬、春馬、あーはーはーはー、そう、春馬っていうやつがいたのよ、で俺ね最初まあドレスの門を開けるときに、まああの本日退入の、はい、じゃあもう他の方行こうって言われてるんで行きましょう、あかんかん、はい、なかなか厳しいね、でも実際この2人、うん、いいよ、僕は結構入ったの遅いんですけど、この2人結構オープニングぐらい、なんだかんだね、じゃああれだよ、グラフでも言って、でもキロの方が先輩、そう、一緒に見除いたら俺が一番まだあれなんだけど、俺のがちょっとやっぱあれやな、ほんで一番君が後輩やな、うん、おーおーおー、まあ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 、いえいえいえ、まあ、どんどん押し込んだ、カマンカマンカマン、そんなん俺は気にせん、すいません先輩、気にせえへん、気にせえへん先輩、階段から落ちろって何を言うてんねん、72番、あかんよそんな、囚人番号みたいな、あかんあかん、そんなんあかんよ、落ちへんから、階段から落ちたらもうちょいかっこよくないかもしれない、そやな、うん、キロがいつも読める、ああキロはな、あれはきらめく狼とか言ってキロだからね、うん、ああそういうこと、漢字が読めないってことね、すごい、キャラが読めないかと思って、でも、うん、今回あれだね、 LINE ID 載ってないじゃん、あ、ハブカイで、ハブカイで、え、なんでなんで、ほんまやほんとや、載ってないじゃん、なんで今からみんなメモしてくださいね、言うんで、いや大丈夫です、アメリカン、アメリカン、なんで、カット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 、なんでや、次の話題、実際もうこの二人先輩なんですけど、本当に前でも、うん、この前か、うん、やっと一緒にご飯行ったもんね、
そうやな、うん、で、キノちゃんはキノちゃんで、うん、俺もそろその寮に入るんで、うんうん、そうだったね、うん、それで初めて行ったもんね、うん、好きや、好きやね、好きや言うな、好きや言うな、好きや好きや、この前焼肉行ったもんね近かったのが好きやだったからね、焼肉行ったもんな、この焼肉、焼肉、うん、焼肉ね、でも、うん、その、うん、俺ちょっと得意じゃないんだな、何がや、好きや、焼肉じゃん、あ、焼肉得意じゃないんだ、うん、俺はまあ、そうやな、焼肉は好きやけども、うんうん、うん、まあ、上身のが好きです、僕はね、はい、話題広がんないんで、うん、カッター食べ物はちょっと赤わ、まあまあ、ほんなら何どうする次何の話しようか、みんなね、みんなお前、リアになんか言えやよなんや、さっきまでお前今日、俺僕が MC やるから任せてね、みたいなこと言ってたくせに、いや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 、もう実際、ね、あんまこういう MC 能力みたいなのないんで、ないんかい、やっぱね、ちょっとお酒飲まないと、そうやな、無理っすわ、うん、じゃあもう、まあ、テレビの前のみんなもちょっとね、ちょっとコールしてもらってね、コールの方、うん、代表のことどう思ってる、まあすごいお世話になってるんですけど、うん、まあ実際どうすか、俺はめっちゃ好きやな、単純に、あの、一個話していい、俺がめっちゃ感動した話、今日話すね、あ、感動した話あ、頑張ったよ、俺一回、そしたら置物になるわ、置物になる、かっこよくねえからやめろやめろやめろ、ね、いいよ、ほんなら何、みんなどう思ってんの、いや俺普通にめっちゃいい人だと思うよ、俺も個人的にちょっとすごい、うん、バートからお世話になってるから、うんうんうん、すごい来てもらってるし、うんうんうん、話も相談とか乗ってもらってるのもあるし、うんうん、まあ、実際相番のお客さんとかいるんで、うん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 、で、すごいね、アフターとか、まあ、来てもらったり俺はしてるからね、だからそもそも、だってあの、なんやろ、俺代表、金田一はじめ代表やなかったら、うん、やってないしね、ホスト、まず、あ、そんなに、これは結構みんなに言うてんねん、歌舞伎行った時はさ、俺も最初怖かったイメージあったからさ、うん、歌舞伎のホスト自体は、うん、そうだって最初だって退入があるよって言われて、うん、で、まあ退入か、まあ日給だけもろて帰ろうかなみたいな、ああ、はあ、軽いやりだったんだ最初は、で、70% ぐらいはもうやらんつもりやった最初から、ああ、はあ、でも、まあ金田一はじめ代表ね、はじめあと幹部の人ね、うん、と話して、まあなんかほんまに、うわこの人らめっちゃ熱いやんと思って、でよっしゃやったろかいとね、おうおう、ついてやったろかいと、おうおうおう、で今ね、まあまあこの名前を改名させられね、させられたのユースケさん、させられたのこのざまですけどね、代表じゃない、代表じゃない、代表じゃない、それは代表じゃないで、この前もあれやんか、俺がさ初めて潰れた日があったやんか、ああ、はい、店で、店で初めて潰れた、じゃあの時ほん代表むちゃくちゃいいってやつからね、僕ね、あのお酒まあほんまに最強やねん、なんすけど、あのね、あ、嘘っすよ、そうなんですよ、嘘っすよ、セラビアの、ほんまにあの飲ませっぽられる、マジで負けへん、一回勝負しよう、ほんなら、うん、まあまあほんまに強いのよ、ほんまに最強なんやけど、この前ほんまに潰れてしまった、初めて、でその時に金田一はじめ代表が、俺がもうほんまに起きるまでずっとそばに追ってくれたよ、横に、なんで4時半、あれもう朝の5時近くよ、あれは、ほんで5時だ、そうで、まあそこでなんかもう俺も起きて、ハッて起きて、うん、代表だけ追って、で大丈夫かって言われて、うん、あ、すんませんほんまにってめっちゃ謝ったんやけど、えー、みたいな、頑張ったなの一言いやー、みたいな、ね、マジでみたいな、ほんまに流星やれよ、なんやねんみたいな、ほんと、もうほんまにさらに好きになったよね、だってつぶれてる間すげえフォローしての代表だからね、うん、あの時やし、俺その日タクとかで泣いてたしね、泣きながらお酒飲んでたしね、ボロ泣きボロ泣き、そんな感じだったっけ、なんかちょっとお客さんとかみんなすごい優しくしてくれて、それで泣いちゃったよね、うん、でも結構そういう風にされると泣くタイプ、酔うと、うーん、っていうかやっぱり感情がすごいやっぱりね出るんだ、出やすいくなるから、まあでも喜怒哀楽のドアはないでしょ、ドアあんまりないな、うん、でな、まああの時は泣いちゃったね、うん、え、喜怒ちゃんはヨウトどうなの、究極キモはやめとけ、キモは、キモが多いな、俺言ったらさ、え、知ってるでしょ、うん、前なんかジンさんとかも言ってたけど、うん、ちょっと脱ぎ出したりしてたじゃん、だからたまになんか分かんないのよこの時間からあれなんですけど、すいません、脱ぐんはさダメな子なんで、だから脱ぐんはあかん、まあな、まあ、あれ脱ぎたい気持ちは分かるけどもね、そうだから、うん、じゃあ脱ぎたいでも営業後だからいいよね、別に、まあそうや、お客さんがいる時はさすがに、うん、俺は分かん、その時俺記憶なかったから、うん、でこことかも怪我してたしさ前、うんうん、いろいろとやらかしてたよね前、え、でも、え、一回やってんじゃん、でも、うん、何がや、歌舞伎町で外で寝てんじゃん、おいあれ、そそりして寝てんじゃん、なかなか今日攻めてくるね、こんなんこんなんでこんなん攻めてくるね今日、うん、いやだけど、うん、皆さん聞いてください、寝方可愛いですから、
これですよ。可愛いでしょ。でおばちゃんに、うん、言われるでしょ、カバン危ないからねって、うん、そう、おばちゃんに言われて、その直後にカバンがなくなってん。やから下手し、カバン全部、カバン丸ごとよ。やからそのおばちゃんやったんじゃない。やか多分下手したらあのおばちゃんちゃうかなみたいな。いや、おばちゃんはだって言わないでしょ。え、その時おばちゃん落ちちゃったらさ、危ないじゃん。いや、どうなんかな、わからんけど。俺もだって取った人の心理的にはもう、だって財布抜き取りますよぐらいの、うん、うん、動作をしとったらさ、うん、他の人もバレるやん。いや、もうパッて持ってっちゃった方が早いからさ、うんうん、俺も同じ状況だったら持ってっかもしんない。あのさ、ずっと俺気になってんだけど、砂肝小僧やんってめっちゃ書いてんだけど、砂肝小僧って何。これ多分ズッキーっすね。あ、ズッキーか。あー、そうか。あー、まあええか、ズッキーっすね。うん、まあええか。青ひげって言いたいのかな。うん、分からへん分からへん。まあまあええか。ほんと、ああ、これはひどいね。ああ、どんどん出てくるやんか。ああ、もうあかんな、これは。うん、これは確信犯やな。凡事じゃなく、凡事じゃなく、うん、ズッキーってまあまあおんねん。キズキっていう、そうそうそう、キャストなんすけど、うん、すごい仲良しのね、うん、ええ子やねんけど、うん、見てるな。うん、俺もでも酔って失敗談あるからね。まあヒロキもそうやね。まあヒロキでもまずなんか寝るイメージしかないけどね、うん、俺基本的に寝るんだけど、うん、このまあゆうすけさんとか、うん、あとマナスさんとかとの、うん、営業後飲み行ったりとか、うん、休み前飲み行ったりとかすること多いんですけど、うん、でそん時俺ボロボロ泣いてるからね。そうやな、熱い話をされて。やっぱそうやんな。そう、泣くのよ俺も、うん、ザ男やな。そうそうそう、うんうんうん、であそこ二人はすごい熱いから。わかるわ。そうで俺はね、うん、バーの時はねよく毎日になって踊ってた、うん、いいよ。え、マジで。今日やってもらおうよ、今日やってもらおうよ。やりそうちゃやりそう、うん、じゃあ酔ってとかっていうのもあるんだけど、うん、プラスルはなんかサッパーみたいなノリになっちゃって。あ、まあ、で大人のお客さん多かったから、あ、パン一で、うん、なんだっけ、ホワイトブレス、うん、ホワイトブレスな。あー、ホワイトブレスをぐるぐる巻きにして、あの白い息と書いて、あ、そうそうそう、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 あれをよくやってた。ええやん、ええやん。楽しいし、面白そうし、おもろいし、見たいから一回今日やろうやつ。だからホストクラブするダメだって。なんで。汚ねえわ。バーやからいいんだよ。そうやな。うん、まあ口でかいしな、やっぱお酒入る量もやっぱりな、あの一気に入ってきちゃうもんね、お酒が。何急にディスってきた。まあまあまあな、口がでかくてもそら顔がこんだけ良かったらな。いやでも声でかいって、もう口でかいからだと思うの。いやでも関係ないで、それ。いや、ある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 、メガホンと一緒よ、容量は。でもメガホン出るあれが大きいから、うん、まあそう、声でかくなっちゃうだけで、うん、うん、うるせえって言われるんだけど、たまにね、うん、代表とかすっきり言われるもん。でもお前の声ほんまに怖い。だからお前がマジで、この前ひろきが一回なんかでなんか、うわ、びっくりした今のっていう声で俺がびっくりしたもん。そう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 。いやそれがうるさいよ。二次連鎖みたいな感じなんですよ、ね、うんうんうん、それがうるさかったもんね。じゃ声はでかい、うん、もともとでかい。まあええことよ。でもちっちゃくて何言ってるかわからないよりも全然それは男としてはいいんちゃうかなって思いますけど、皆さんどうですかね。三河健一って言ってるわ。おい、絶対ズッキーや。出してくれよ、わかる、うん、これはわかる。まあまあまあ、まあ、じゃあこれも撮影があってね、その時に出たネタ。あ、そうなんや。うんうん、まあまあまあね。じゃあ2日プラスアルファ、うんうん、寝不足で行って、うん、ちょっとね、うん、顔がやばかったのよ。なるほど。もうここの、ほうれい線、はい、出まくっちゃって、うんうん、その時にもう代表にここちょマッサージしよう、マッサージしようさせずっと言われてて。そんなでも即効性あんの、あれマッサージ。そんなすぐな、別に、うん、ああそう、うん、ああそうか、うん、ね、まあまあって、まあ、まあまあ、とりあえず今日はちょっとあれやな。なんかなかなかみんな辛いな、コメントが。どうしたよな、こんなイケメンばっかり出てんのにな、今日。あ、こんなこと言うとまたあれかな、炎上するかな。炎上するんだよ。一緒に行きまーす。え、もう行く。あ、ほんまに。
あ、始まってる。おいっすー。おいっすー。ちゃんとひげ剃りましょう。もう今日は剃ってきました、ちゃんと。うん、まあな、男というものはひげを剃ってくるもんやな。でも俺、ほんとに、うん、ユースケさんが脱毛いけいけって言われるんだけど、行きたくない理由が1個あって。おぉ。40ぐらいだったら、ひげ生やしたいのよね。でもあれ別に1回したかって、無理やで。そんな永久に入ってこおへんわけないもん。いや、生やしたい、もうね、剃っていきたいのよ。ひろき人狼でした。うん。やけど、まあなんやろ。俺も今月末以降思てんの。うん。うん。あの、誘われてんねん、脱毛に。ゆうすけさんに？いや、俺は、の場合はアヒルさんやな。アヒルさん。アヒルさんに誘われてんねん。うん。行こうや、言うて。え、でも脱毛痛そうじゃない？だって。めっちゃ痛い、めっちゃ痛いらしい。めっちゃ痛いらしい。絶対しゃ、なんかこれ。墨とかより痛そうだな。うん。墨は痛かったわ、俺も。お尻にめっちゃ俺も墨入ってんねんけど。ドラえもん入ってます。あの、ドラえもんとクレヨンしんちゃん。あとサザエさんとちびまる子ちゃんが入ってる、お尻に。すごい組み合わせ。うん。まあでも、そうそうそう。結構でも、ギャップがすごいねって言われますね。うん、とりあえず。とりあえず俺らケツ見ることはないと思うから。まあそうやな。まあ確かに。でも一緒に、でも温泉行く、あ、でも温泉入るとき大変やねん、だから。いや、温泉隠さなあかんか。じゃあ、あかん。隅入っとったらあかんやん、基本的に。あかんから。民間が経営してるから。だって、ケツだけでしょ。そうか。10% 系は無理。うん。やから必死であれ、お尻、そのとき隠しながらさ。巻いてけじゃん、ずっと。あ、そうそうそう、まあそうやね。でも湯船使ったら終わるじゃん、だって浴槽。いや、だから別に浴槽入る分には分からへん。だってお尻上にしてお前温泉入らへんがな。だからクレヨンしんちゃんみたいにケツだけ浮かしててよ、じゃあ。うん、そしたらあれはまあまあまあ、そうやな。あれよ、まあよっちょ惜しい時あるわ。今度はみんなの温泉も行きたいね、今度ね。うん、俺却下で大丈夫でーす。なんでよ。じゃあ俺温泉とか俺はあんまね、うん、俺他の人の、うん、まあ何を見るのも、うん、見せるのも嫌なの。No、 え、逆にそっちなんかあれ、浴槽に使うのが嫌ってことだよ。温泉はめちゃくちゃ好きやな、俺は。うん、俺行きたいけど、なら俺が入れないじゃん。うん、うん、だから無理です。なあ、そうやな。え、てか都内ってさ、あれないよね、家族風呂。家族風呂ってない？それ。え、家族風呂ってなかった？ちょ、家族風呂についてちょっと10分ぐらいいいっすか？しゃべー。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 え、普通に家族風呂って、あれなかった？地元とか。え、じゃあ、家族風呂。その家族風呂っていうタイトル？それとも、ジャンル？家族風呂っていう。ジャンルっていうかさ、その、名前な、名前な。例えば、好きな人とか入り、一緒に入ったりとか。あれ、婚浴ってこと？婚浴。婚浴でなんかその個室温泉っていうかそんな感じのやつ。なかったの？なるほどな。俺はまあ、俺地元三重県なんですけど。ほら、家族風呂知らないのって言われて。うん、三重にはなんか、三重はもうでっかい、やっぱ土地が有り余っとるから。あー、でっかいドカーンっていう温泉があって、ほんで入ってまあ何種類もあるみたいな。あー、まあ、電気風呂であり、そうだもん。そうそう、どっちかっていうと、うん、実際家族風呂とか言う割にはだって恋人しかいないからね、大体みんな。ええな、俺恋人と温泉って行ってみたいな。カップル多すぎじゃねえみたいな。どうですか皆さん、ねえ。恋人と温泉か。恋人したら箱根とかの方がいいじゃん。え、だからあると思うよ、そこら辺には。あ、箱根俺一回だけ行ったけど微妙やったな。俺が行ったとこは微妙やったんかもしれないけど。あれいっぱいあるやんか、箱根は。まあまあまあね、うん、だって箱根湯本から奥の方からもあるから。うん、なんかね、チョコの温泉とかあるよ。婚約みたいな顔してんな、言われてんで。どういうことや。あれかな、俺女の人の要素も入ってて、すごい綺麗っていうことかな。早乙女太一君的な。そうじゃない。早乙女太一君、今のボケはつかまないんで。ポジティブなだけかな。はい、どうぞ。ポジティブなだけなんかな。ポジティブなだけなんかな。はい、どうぞ。どうぞ、いいよ。うん、まあほんならあれやな、とりあえず。お、でもみんな笑ってる、ウケてるわ。よっしゃ。おめでとう。うん、まあまあ W ちょうだい。じゃあ苦笑いでもあるのよ、臭いよ。ええよ、苦笑いでから。ええよ、実際だって草生やしてもさ、うん、実際あれじゃん、また藤ヶ谷やってきてる。また藤ヶ谷やってきてる。どうしよう、また藤ヶ谷やってきてるわ。藤ヶ谷、藤ヶ谷だって遠目から見たらしょ。いや、ちゃうよ、女性隠れは藤ヶ谷になると。藤ヶ谷くんと小山圭一。いらっしゃい、いらっしゃい。ええよ。まさかまさかの。やってきたよ。おー、来ましたね。今日学校珍しいっすね。ほんまに来たっすよ。ほんまに来ましたやん。いや、だから内容はシャバいからさ。いやいやいや、先入ってきたばっかりでしょ。見てたんすか。何が入れ墨じゃ。何が何が脱毛じゃ、お前。いやいやいや、何がすか。いや、ちゃんとした話でしょう。今日はあのね、ひろきがトレンドに一切喋らせないって言って。いやいや、俺めっちゃ喋ってます。めっちゃ喋って。ダメよ、もうちょい近く行ったら。なんで俺がいたから。もうね、ひねに喋らせない。喋らしていいの。まあ後半はね、イベントの告知とか
イベント告知や。いや、ごめん、こいつ最初にやりましたよ。もう一回来よう、もう一回来よう。ちゃんと話してないから。行こう行こう行こう。まず最初に僕、2月の15日水曜日ですね。うん、に僕、うん、入店祭を遊ばせながらやらしてもらうわけなんですが、うん、僕の大好きな東京グルをコンセプトにイベントをちょっと楽しくしようかなと思ってるんで、その日ばかりは、ちょっと僕、グルに。グルなる。ならさせてもらうんで、はい、オッケーオッケー。ちょっとコスプレしようかなとも思ってます。いいね。僕が俺もやろうかな。どうでもいい話していい？はい。ダサくね？代表にどうでもかぶってこいよって言われて、ダサ。代表名ですから。スカウトの人？あ、でもちょっとあんまちょっと外反っぽいです、うん、ちょっとダフ屋っぽい、ね、ダフ屋。あ、ダフ屋は分かりました。確かにダフ屋っぽい。ただ、でも、まあ、似合ってるって言われてる。あ、ありがとうございます。イケメン。でもこれちょっと代表に言われたんで、僕本意じゃないです、うん、おー、キロ喋ってけ。キロ喋って誰やねん。喋っとけよ。なかなかでも今日結構辛口なんだね。あ、じゃあちょっとね、でも来月イベントもう一個あるんですけど、うん、こちら、ちょっとじゃあお願いします。言ったら言ったら。いいんすか。俺の口が恥ずかしいよ。おー、恥ずかしい。さすが。え、こちらバースデーですもんね。そう、バースデーバースデー。来月僕の1週間後22日、うん、これまた水曜日ですね、うん、休み前に僕ら、うん、やっぱりアルコールモンスターと言われ続けたアヒルのクーさんが、ね、バースデーイベントやりますので、うん、この日ばかりはね、ちょっと、うん、もうこそって来てもらって、俺は潰すのは無理だよ多分。いや、もう潰します。いや、できましょう。ぶっちゃけでも俺ら全員でかかったら余裕よ。絶対無理。いや、わかんないよ。喋ったら潰されるかもしれない。ごめんね、ごめんね。あ、なんで、なんで、ちょっと本当にこの日ばかりは、前回イベントクーさん全然来てなかったんで、やばかったんで、うん、正直僕ら力不足だったんですけど、うん、まあ今回に関してはちょっと、うん、僕ら全員で食ってかかってやろうかなって思ってるんで。昔のフェイスの頃に俺を潰すイベント作ったよ。ありましたよね。アヒルの空を潰すイベント。そんなイベント営業後にしか潰れなかったんですよね。営業後ね、あの他店がね、2店舗ぐらい来て2店舗目で殺された。そこら死ぬわ。めっちゃ強い。あ、でも全然家側でもなんでも、まあコカレロクーさん大好きなんで、コカレロ好きね。ボトルに3本入れてもらえれば。いや、シャンパン飲めたね、受け付けるのは。また言うとる。通常営業は家がね、もちろん家がコカレロ、イベントとかシャンパンで行こうよ。なるほどね。シャンパンプラスアルファだったら許します。ああ、いいでしょ、いいでしょ、それはいいでしょ。シャンパン2本のコカレロ1本とか、うん、だったらクーさん結構来ると思うんで、うん、あ、テキーラでも全然全然。テキーラ結構苦手。テキーラクーさん弱火握りましたね、今ね。テキーラちょっと弱いらしいんで、ボトルで行きましょう。ボトルで、うん、全然いいよ、行きましょう、うん、で僕らちょっとね、うん、この日ばかりは本当に僕も思ってるところがあって、うん、やってやりたいなと思ってるんで、うん、うちの王子様をぜひとも22日は、あ、これ持って帰れる。あ、そのシステム作りますね。これ当たり前で。当たり前じゃん。潰したら持って帰る。おう、いいね。責任はちゃんと取ってくださいみたいな、うん、それでいきましょう。で、俺いつ喋ってんの。お前ダメだ。あ、俺ダメだから。ダメだ。ダメ。でも帰っていって。え、なんで。いつも優しいやん。いつも優しいのに俺に。誰だっけ。うん、短命だったら何杯までいける。クーさん何杯ぐらいですか。短命ね、この間の1分間のショット勝負したんよ。はい、うん、俺が、うん、9杯。あーは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 ー。何を。でも1分間に飲んだんですよね。1分間にショットでビール倍入れるん、うんうん、でもう炭酸すごい、うん、ですよね。俺やったら9杯でちょっとドヤ顔だったの。はい、チャノンやったら16杯だった。マジっすか。あの人バーっていきそうっすもんね。俺ダメだった。早めに弱いね。カノンさんそんなすごいんや。え、だってカノンさんだってこの前アリン行って、うん、2人店員さんと2人でアイユーロ2回3回ぐらいやって。バカなんだあいつは。2人でコカリの瓶開けてたからね、うん、2人で。2人で開けるはやばい。2人ではやばい。うまいよ。アイユーロ3回入れるところもすごいなと思ったけどね。アイユエオってなんなの。アイユーロ、アイユーロ、アイユーロ、アイユーロ。ごめんなさい、関節悪く。お前は誰だっけ。誰じゃん。三重にはアイユーロってないらしいんで。いや、アイユーロなんて三重にあるかいな、そんなもん。ないよ、そんなもん。こかれるもなかったで。うん、これ最近で、まあ、ということでね、うん、まあ、イベントをね、やっぱこう来てほしいからみんなに、うん、ぜひぜひ、まあ、起動指名の女の子だったりね、うん、あのいるっけ。なんや、おるわ、おるわ。ああ、いるの。やめなさい、ね、やめなさい、ほんとに。三重のね、ダサい三重の子もいるし。マジで三重県民アホすぎて。その通りや。あれ、いつだっけ、うん、僕、15っす。15件1週間前ですね、うん、俺は22ね。そうっす、222の日ね。うん、あ、そうだ、22。暑いよ。なんで1週間後くらいですかね、その。俺、同伴で一回スロット行ってくる。やめてんもん。暑いじゃん、だって。いや、暑いですけどね。クーさん、でもなんか、格好は。格好やりますか。これ、はい、あ、やるよ。うんうん。俺はふんどしでいくよ。ふんどし絶対、え、
全員ふんどしですか？赤くんの僕ら白ふん当たり前や。赤くん白ふん、いや白ふんは嫌やな、なんかどこで目立つもん。赤くん白ふんでいく、ふきりふきりすのままイベントだから。いや嫌やな。うん、女の子もふんどしで、ちなみに。え、じゃあ上つけちゃいけないですもんね。上絶対ダメ。ラッキーでラッキーでラッキーで、俺にとっても美味しい。俺たちからチャンスタイム。チャンスタイムやなそれは。あ、でもあの一回キャッシャーで確認する。ちゃんと入ちゃんと来てますかみたいな。着てる、着てますかみたいな。そうだね、履いてますかって。これ以上言うとね、こう叩かれやすいから怖い。イベント前シビアだから、その。いやいや、まあ確かにね、危ない危ない。まあまあ叩かれ役はね、僕が勝って出ますよ、今日に関して。叩かれないよ君は。え、なんで？知名度がないから。ちょっと待って、喋ってみなさい。喋りなさい、喋らせなつの。なんやね、置物かい。俺も今日はまた。でもクーさん、来月のイベントに向けてあれ配るんですか、ビックリマンシールは。ビックリマンシールはまあ欲しい子にあげるかなって。あ、欲しいっす。いや、もらったわっすよ。欲しいっ。いや、自分そんな跳ねる、これ今自分やん。びっくりした。そっくりマンシールでしたっけ。そっくりマンシール、あれそっくりマンシールおもろいな。実際現物あるんですけど。おお、見せて見せて。ちょっとね、これ感数高いっすよね、これ。むちゃくちゃ似てるって似てるよね。いや、むっちゃ似てますよこれ。ちょっと見えるかな、こんな感じの。ちょっともっと近づいて。こんなの、ここか。いいねいいね。おお、1分前。おおおお、1分前。イベントに来てくれ、ちょっとあげるよ、シール全員配る。オッケー、もらえるそうなんで、ぜひともちょっと来月に関しては僕とクーさんが、うん、で、ちなみに今日来てくれた初回の女の子も全員配れば。うわ、これ見た女の子もいる。ニコ生見ましたって言えば、うん、いいね。オッケー、いいよ。うん、で、まあ今日俺写真集してくれたら俺めっちゃおもろいよ。いい、やめとけよ。めっちゃおもろいキャッチするわ。やめとけ、ほんまになかなか入んない写真集。じゃあ1分前、ね、うん、キロちゃん、はい、いいよ、アピールタイム30秒前。いや、アピールタイムはもうとりあえずイベントの告知もしたんで。いつやんの。うん、いや、俺はないっすよ。いや、俺なんかがやったらもう店潰れないやめときます。今日こそはきらめきますって言ったらね、きらめこう。まず来月今日こそは15日僕と22日は、うん、日の空間も補佐が、うん、バースデー僕は入店祭でやらさせてもらいますので、来月は皆さん、うん、もうほんとクーさんを潰しましょうということで、またでね、ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を